神戸住友ビル前栄町通りは、兵庫県神戸市中央区にある道路と外区の名称。郵便番号は650-0023。南の海岸通りと北の元町通りに並行して、東西に走る道路とその北側の外区の名称。大丸神戸店南の交差点から、神戸クリスタルタワー西の交差点の区間。栄町通りの南側の外区は、海岸通という。 明治から昭和前期まで、神戸随一の金融街として栄えた歴史を持つ。戦後、三宮がその役割を担うようになってからも、栄町通り一丁目から三丁目には、平成初期まで銀行や保険会社等の重厚な近代建築が並んでいた。しかし、1995年の阪神、淡路大震災で多くの建物が被災し、解体で姿を消したことに加え、 銀行の支店等配合の時期が重なったために、金融機関や企業の多くが撤退し、跡地はマンションや駐車場となって、沿道の風景が一変して、現在に至っている。以上の歴史的経緯より、かつては日中に機能する街路として、夜間は都市のバス道にしては、街灯が少なく沿道の建物も消灯し暗かったが、震災後、地下鉄海岸線の工事に際して、 街路の整備がなされている。2001年、栄町通りの地下に、神戸市営地下鉄海岸線が開通、港元町駅が設けられた。多くの場合さんの宮や野球居留地に立地する店舗への統合、移転し、同地区に立地する店舗を神戸支店としているケースが多い。富士銀行が1990年に実施したものでは、当地に立地していた神戸支店を廃止し、 三宮支店と東合同店が神戸支店に店名変更した例がある。三宮支店跡地に建物新築に伴うものであり、一般には移転として取られていた。AB、日本新四六、第37半付録多額納税者、名簿14から16ページ、2017年12月9日閲覧。AB、大衆人事録、第12半近畿、中国、 四国、九州編表52ページ。2017年12月12日閲覧。AB、人事更新録、第11版上、237ページ。2017年12月12日閲覧。AB、人事更新録、第4版、49ページ。2017年12月12日閲覧。ありがとうございます。